その国の人々にとってその自動車メーカーは民族の誇りであり、その車の存在価値は芸術品として位置づけられる。それがイタリア、それがフェラーリ。 F1 直系のテクノロジー、一部の隙も見せないデザイン、フェラーリに宿る勝利への魂が込められた430スクーデリア。このイタリアの誇りがついにベストモータリングのテストフィールドに舞い降りた。スーパースポーツ世界決戦、イタリアの逆襲。